こんにちは、西粟倉村の山根です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、前回僕が応募したね、新人ボーカリストデビューオーディションのね、第一次審査を突破して、第二次審査でね、歌う曲3曲をですね、皆さんに選んでもらおうというね、ことで、ね、投票をお願いしたところね、今の段階ではね、レイニーブルーが一番多い方ですね。そう、3曲ね。まあまあ自分の中では自信があるんですけどね。まだね、もう少し皆さん、待ってみてですね。皆さんのコメントが、投票が落ち着いたら、その歌に絞ってね、練習していこうかなと思っています。その中でね、僕の YouTube 仲間ね、すごいピアノが上手なゾウアケさんっていうね、女性の YouTuber さんがおられるんですが、その方がですね、サビの部分だけではね、いいも悪いも決められないということで、フルでお願いしますということでね、フルで3曲、1日に1本ね、あげてくださいということだったんですが、あのね、ゾウアケさん、ちょっとフルをね、ちょっと僕自信がないのでね、3曲1番ずつ1番だけをね歌った動画をこう上げていこうかなと思うんですけどね、それでもいいですかね。フルね、結構フルで歌ったことないな、今まで。だいたいサビか1番だけっていうことが多かったんでね。っていうのもね、僕結構ね、ああやってギターの弾き語りなんかアップしてますけど、あんまり僕自信がなくてね、その下手くそな曲を長い時間ね、皆さんに聴いてもらうのなんか申し訳ないなと思って、いつもね、こうサビであったり1番だけで終わってるんですけどね。まあ、今回もその形で1番だけね、まあ、1番があれでしたね、中島みゆきさんの糸、2番が藤井フミヤさんのTRUELOVE、3番が徳永英明さんのレイニーブルーね、1番だけね、歌った動画を上げていきたいと思いますのでね、またよろしくお願いします。ということでね、そこで決まった曲、やっぱりね、皆さんにね、こう聞いてみた、この投票していただいたのにはね、こう自分だけで判断するんではなくて、やっぱり客観的に見て評価というかね、を得たかったのでね、やっぱり皆さんが見た感じが一番いいなっていうものをね、選べたかったので投票させていただきました。ということで、49歳山根淳二はね、第二次審査に向けて頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。では、バイバイ。